どうも、こんばんは、エナムです。今回は、東京グールリ、インボーク、クリスマスプレゼントクエスト S ランク VS ひなみ戦に、こちらのパーティーで3ターン攻略していきたいと思います。使っていくのは、オールと、誕生日の苦痛カネキと死神排斥ですね。この3体どれも、武器レベルマックスの熟練度 100% になっています。またちょっと戦闘開始が押せないんで、一旦戻って、OK。なんだろうな、このバグ。で、この3体各フロアに出てくるひなみに対して有利属性取れるキャラになっています。で、1ターン目相手が炎属性のひなみなんで、ここは死神排斥でガンガン攻めていきます。で、死神排斥でブレイクするんで、とりあえずシフトをここで全部使っちゃうんですけど、まあこれは結構ギリギリなんですよね。まあこのまあ最低でも3体は必要なんじゃないかなと、あの3ターンクリアするにはね。3ターンクリアっていうことは、各フロア1ターンで突破しなきゃいけないんで、まあなかなかきついですね。ここはオールを使わなきゃいけないのかな。で、これで1フロア目突破ですね。OK。まあ武器耐久値じゃねえか、あの武器強化、武器レベルマックスかつ熟練度 100% ぐらいじゃないと、まあ3体っていうのは厳しいんじゃないかなと、思いますね。じゃあここは圧倒カネキ君の出番ですね。まあとりあえず無駄にしないように打って、まあこれでブレイクすることはないんで、ガンガン打っていきましょう。有利属性じゃなかったら。んで、とりあえずオール使って圧倒カニキで押して、ここでブレイクさせていきましょう。さあ見せてくれ相棒。いい火力で圧倒カニキを貯めていく。 OK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 、ね、2ターン目も突破ですね。で次3ターン目、火草っときて光属性なんで、ここはオールの見せ場ですね。とりあえず圧倒カネキスキル溜まってるんで、初っ端から打っていきます。んで、ここオールを打つんですけど、圧倒カネキの方が火力が出るんで、死神より、まあ圧倒カネキを前に出した状態でブレイクさせていきますか。これもう一回圧倒カネキ打てるな。で、ここでオールでブレイクしていきます。で最後オールにもう一回スキル打たせたいんで、まあ、ちょっとたまるかどうか分かんないんでね、ここはオールに、試させます。まあ多分オールにもう一発スキル打たなくても、こうやって圧倒カニキで攻めてるだけで、まあいけそうっちゃいけそうだけどね、そんな慎重にならなくても。いいですね、このスキルの攻撃の演出としては、やっぱ圧倒カネキめちゃくちゃかっこいいですね。上に飛んで叩きつけるっていうか、ぶっ刺すみたいな。叩きつけるのはどのカネキだったかな。はい、ということで、今回はプレゼントクリスマスプレゼントクエスト S ランク VS ひなみ戦ですね。使うキャラクターは3体のみ、かつ、各フロア1ターンで突破する、3ターンクリアという、動画でした。いかがでしたでしょうか。まあ、なかなか、難しいと思うんで、まあね、自分は、このキャラクター、もう3体、このキャラクター3体使ってクリアしたよとか、2体はね、無理なんじゃないかな。俺もなんかちょっと考えたんだけど、2体はやっぱ厳しいかなっていう感じするんで、もし3ターンクリア、3ターンじゃない、3ターンクリアかつ、編成3体でクリアした方いたら、どんな編成でやったか、コメント欄にお書きください。ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。